なんで？あんた一人か。ああ。真冬は俺が帰らせた。あいつの代わりに一杯付き合うよ。いや、結構だ。真冬と何を話す気だった？お前には関係ない。当てようか？はあ？あんたが真冬に話したかったのは。森田健二生の仲間になれってことか。なんだって？違うのか？お前の言いたいことはわかる。さっき健二生と厚労省の官僚とは何かこう普通じゃなかった。普通じゃない？そんな可愛いもんじゃなかったろ。連中はアドデックナインが第一、殺しの証拠さえ二の次にしてた。あんたもその一味じゃないのか？何を言ってるんだ。検事生はアドデックナインの利権に取り込まれてる。何かその証拠でも？ついさっき真冬と手に入れたもんだ。10年前に検事生の身内が起こした事件の資料。聞いたことは？いや、初耳だ。あんたに検事生と戦う覚悟があるなら渡す。何？検事生が法を超えて政治に便宜を図っていたら、もしそうならあんたはどうする？自分のボスが相手でも法で裁けるか？当たり前だ。検察官なら100人が100人そう答える。あんたのこと見直したよ。検事生がアドデックナインに着いたのはその事件がきっかけだ。俺らはそう考えている。なんてことだ。家族が引き起こした介護殺人。検事生には自分なりの正義があるってことらしい。だから今日殺人の証拠を握りつぶした。庄野のラボのことだよ。あそこにはモグラにやられた連中の痕跡があったはずだ。それが見つかれば強力な物証になった。いや、まさか検事生が。そんな。ラボでの言動、そしてこの事件との関連性、どう思うんだ？なあ。確かに否定できないだろ。だが検事生がアドデックナインに取り込まれたとして、じゃあどうすればいい？お前はどうする気だ？そもそも俺は綾部の裁判でアドデックナインの裏をぶちまけるつもりだった。その証拠を探して羽村を追ったし、庄野のラボも突き止めた。で、一ノ瀬と検事生にどっちの線も潰された。敵を撃とうにも弾がないってことか。そう言われるとがっくりくるな。でもあんたがアドデックナイン側じゃないと分かっただけでもなんだかホッとするよ。気休め言ってる場合じゃないだろう。分かってるよ。なあ、うん、思うんだけど、一ノ瀬を裁判に引きずり出すことはできないか？何かの証人として。どういう名目で？例えばアドデックナインについての解説をするとか、何でもいい。あんたら検察の証人申請なら一ノ瀬だって断らないだろう。で、裁判に引きずり出した後は？
口八丁で追い詰める。質問攻めにしてボロを出させんだ、俺とあんたで。なんだ、まだノープランってことか。それぐらい崖っぷちなんだよ。ただ何にしても獲物はまず巣からおびき出さないと話にならないからさ。わかった、なんとかやってみよう。動きがあり次第連絡する。長い一日だったな。そんなわけで綾部の裁判に一ノ瀬が出てくるかは泉田検事にかかってる。問題はその場で一ノ瀬をどう揺さぶれるかだ。その前にご報告、源田先生も綾部刑事も八神さんが弁護人ってことで了解取りました。インチキ弁護士のカムバックか。そうなるな。じゃあ早速これからの動きを打ち合わせたいんだけど、まず一つ目これから杉浦をなんて呼ぶ？そんなことかよ。寺沢だろ。いいよ杉浦で、めんどくさいから。うん、じゃあそれで。これから僕らでどう動くかですけど、僕は例の軌道をもう一押ししたいです。沙織さんのセクハラビデオでこっちの証人にできませんかね。なるほど、それ以外には。事件と直接関係あるわけじゃねえんだがよ、松金組の門に気になる動きが出ている。後でお前と少し話したい。わかった。何か？なるべく早いうちに大久保君の面会に行かないとな。彼は今もエミちゃんの遺族に恨まれてると思ってる。でももうそうじゃないって知らせてやりたい。うん、そうだね。何か松金組のことで話って。ああ、松金組の始末がついてねえんだ。親父が死んだきり組員たちはバラバラになってる。特に若いもんの行き場がなくてよ。それをまとめる人間は健吾ってのがまとめようとしている。お前も何度かやり合ったろ。若造だが頭には可愛がられてた。ただそいつが今ちょっと問題でよ。どんな？
俺と一緒に来りゃ分かる。どうする？どうだ、俺と松金組に行くか。分かった、行こう。大久保と面会すんの、八神さん。なあ、本当はお前にも来てもらいたいけど、一般人が死刑囚に会うのは。分かってるよ、そういうもんなんでしょ。今ちょっと面倒なことになってんだ、松金組は。悪いが付き合ってくれ。海藤さんは呼ばなくてよかったのか。兄貴は波紋の身だぜ。それを事務所に入れちゃ筋が通らねえよ。そっか、とにかく来てくれ。俺一人じゃ連中を止められねえ。止めるって何の話だよ。まあいいから。よう、ケンゴ。東の兄貴、やっと連れてきてくれたんすね、八神さんを。ん？落ち着け、大丈夫だ。俺に何か用でも？親父の仇を。八神さんなら知っていると聞きました。つまりモグラの正体をですよ。俺らにも教えてください。仇を撃ちたいってことか。撃ちたいんじゃなくて、撃たなきゃダメなんですよ。俺ら極道なんすから。ぶっ殺してやらねえとさ。お前らには無理だよ。んだとこら、はあ、俺が何言っても納得しやがらねえんだ。そんなの俺にどうしろって。弁護士だろ、いい感じに説得してくれ。うだうだ話してたってしょうがねえ。モグラの正体言ってもらうぜ。言えねえなら言いやすいようにしてやるよ。おい剣豪、松金組は俺が立て直します。もう兄貴を引っ込んでる。それで終わりか。
てめえらモグラの正体が知りたきゃ教えてやるよ。え？おい誰だ。カムロ将、素体の黒岩だ。でかっかよ。でもな、そいつだけじゃ終わらない。黒岩を道具に使った連中はまだ別にいるんだ。そいつらはヤクザの暴力で潰せる相手じゃない。ふざけんな。俺は今度裁判で連中の黒幕と対決することになってる。お前なら黒岩もその黒幕も潰せんのか。俺は15の時からおやっさんを本当の父親だと思ってきた。付き合いもお前らより長い。だから親父の敵討つ役目はさ、ひとまず俺に任せてみねえか。八神、世話かけたな。いや、あとはよろしく。お前らでもし黒岩をぶっ殺したって、やつはトカゲの尻尾だ。八神に任せてやってくれ。できることなら奴に手貸してやってほしい。よう。東のやつが面倒かけた。どっかで覗き見でもしてた？まあドローンでな。その手があったな。松金の親父をやられて、組のもんはみんな糸の切れたタコみてえになってた。それが少しは頭冷やせたようだ。お前のおかげでな。ありがとうよ。なんだよ気持ち悪い。素直じゃねえな。ま、一応礼は言ったぜ。ああ。これからすぐ大久保と会いに。そうだな、会いに行ってくる。あのさ、八神さん、大久保に会うなら伝言頼んでいい？ん？どんな？今度一緒にエミの墓参りに行こうって。簡単に言うけど大事だな。それを実現するためには片付けなきゃいけない問題が山ほどある。でもそうならなきゃ大久保は死刑なんだよ。殺人鬼の汚名を着たままね。なんとかする。八神さん、大久保のこと助けてあげてよ。分かった、伝言も伝えるよ。
それでは出発いたします。そんな、信じられないです。本当に？あいつは最初杉浦って名乗ってた。文也君が？そうですか。彼とは恵美が死ぬ前に一回だけ会ったことがあって、でもお互い人見知りだったんでろくに会話もしなかったけど、その後裁判の時は彼ずっと俺を睨みつけてました。俺は目を合わせることもできなかった。君に伝言を預かってる。え？あいつはこう言ってたよ。今度一緒に恵美の墓参りに行こうってさ。そうですか。文也君が俺にそんな言葉を。ああ、行けたらいいですけど。綾部の裁判がもうすぐなんだ。そこにアドデックナインの黒幕を引っ張り出す。一ノ瀬って厚労省の事務次官を。できるんですか、そんなこと。担当検事がこっそり俺ら側についてくれた。その裁判の場でアドデックナインの内幕を追及する。大久保君が無実だってことも主張できる。もうずっと諦めてました。どんなに声上げたって誰にも届かない。人殺しにされたまま俺は死ぬんだって。でも文也君にも分かってもらえたなら希望が持てます。世界で一番俺を憎んでいた彼が許してくれたんなら、みんなにも分かってもらえるって。もう少し辛抱してくれ。あと少しだから。時間食っちゃったよ。僕は木戸と話したいです。木戸を弁護側の証人で呼べればいいなって。
あいつの弱みは握ってるしな。ええ、沙織さんのセクハラビデオですね。あれさえちらつかせれば、木戸も僕らを門前払いでいきません。八神さん、創薬センター行きますか。わかった、行こう。タクシーで行きますよね、創薬センター。どちらまで行かれますか。それでは出発いたします。やっぱり平気だったでしょ。ん？何が？アポなしでも軌道は合うって。あのセクハラビデオは強烈でしたもん。沙織さんのお手柄だな。どうも。お忙しいところ。お邪魔しています。座んなよ。あの、単刀直入に言います。木戸さんには今度の裁判で弁護側の証人になっていただきたいんです。無理ですよ。これでもですか。ずっと私を誘ってくれてたろう。ん？取材も終わったし、本格的に可愛がってあげるよ、メス猫ちゃん。好きにすればいい。え、いいんですか。私が何証言したって一ノ瀬たちに勝てはしない。相手はアドデックナインの利権に絡む全ての人間、それに薬で救われる患者やその家族だよ。勝てるわけがない。そんな状況だからこそ、せめて裁判ではあなたの証言が必要なんです。私にそんな義理はない。ビデオはばらまきたきゃばらまけ。ばらまかれたらどうなるか分かってるんですよね。笑い者になってクビになるだろうな。私は破滅だ。だが一ノ瀬たちを敵に回すのはもっとごめんだ。まだ死にたくないんでね。どうすれば協力してくれる。あんたはアドデックナインの一味だ。でも殺し自体はやってない。情状酌量の余地もある。無理だって。どう言われようが私は死ぬのが一番怖いんだ。取り付く島もなし。そんなに一ノ瀬たちが怖いか。怖いですよ。ビデオで笑い者になるのと殺されるのと、あなたならどっちを選びますか。あんたを殺させはしない。俺たちが守る。どうせ裁判には勝てないんですよ、私が何を言ったって。なのに証言なんてしたら、あとはもうずっと彼らの仕返しに怯える人生だ。殺されるまでね。一ノ瀬とは何か話したか。シャルルで黒岩に連れ出された後。彼らについては何も言えない。もう私に構わないでくれ。
ダメだな。これじゃ話にならないよ。私は負ける側にはつきません。勝てない時は戦わない。そうやって生きてきたんだ。つまり俺たちに勝ち目はないって。なら勝つための証拠が一つでもあるんですか。いや、正確にはあったけど一ノ瀬さんに握りつぶされたんですよね。あんたたちだって嫌ってほど力の差を感じてるはずだ。彼らを敵に回して勝てるわけないんだよ。なるほど。わかりやすいな。あんたがどっちについたかで戦う前に勝ち負けが知れる。つまり俺らにはまだ材料が足りないってことだよね。肝に銘じておくよ。まだですよ八神さん。こいつは僕らを舐めてるんです。例のビデオをばらまくって本気で言えば絶対に証言を。やるだけ無駄だよ。まずやってみましょうよ。裁判諦めるんですか。諦めてねえよ。じゃあやりましょうよ。ビデオがダメならもうどんな手を使ってでも。無茶言うな。無茶。今さらカッコつけてどうするんですか。逃げるんですか。星野、逃げねえってのはそういうことじゃねえだろ。僕は勝てるように意見しただけです。今度は仲間割れですか。うるさい。勝つ見込みができたらまた来る。もしそうなったら喜んで協力しますよ。期待はしてませんがね。お疲れ様、八神さん。杉浦、綾部の裁判の方準備の進みはどう？どうかな。神室町で今やれることは大体やったと思う。じゃやり残しは何もないと。そう言われるとどうかな。もうできることは全部済ませた？ああ、全部済んだよ。そっか。いや、実はさっき星野くんから暗い声の電話があってさ。なんか八神さんの手が空いたら源田先生と話してほしいことがあるんだって。向こうの源田事務所で。え？何の話かまでは言ってなかったけど。ってことでちゃんと伝えたからね。よろしく。